さんおはようございます。インディアンの役員ボイ、キンテです。横浜の暗黒時代、ピークを過ぎた選手たちを紹介します。一番はやはり、野木さんこと中村のヒーひろさん、板前打線の主軸、4番として活躍した選手ではございます。はい。確かに、ホームはもう圧倒的ですごいですが、中日、楽天、メジャー、オリックスを経て、横浜に移籍したそうでございます。あとは、森本ひちょりさん。やはりひ、ひちょりさんは確かに、えー、ピークを過ぎた選手でございましてね。はい。まあ。 横浜でイタイム変えた。あと、ロッテの橋本正さん、キャッチャーとして、左の最強キャッチャー。まあ、移籍したの間違いだった。あとは、野口敏弘さん、これも、ピークを過ぎた選手。あとは、まあ、中島聡さんもピークを過ぎた選手。中村武司さんも同じく、ピークを過ぎたキャッチャー。やはりキャッチャーが多いですね、大抵は。はい。あと、ピークを過ぎた選手、江尻投手。あとは、篠原隆之投手も、ピークを過ぎた選手。はい。まあ、 他にもピークを過ぎた選手はまだいますが山本翔吾さんも一応ピークを過ぎた選手でございますというわけで以上ですバイバイ